はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ビルネのお時間でございます。今回の動画はですね、前回アップした動画、磯場で、両家アオリイカっていう動画。アキイカといえばですよ、お気づけ、これめんつゆで、ね、あーいいですね。おーいいですね。どうぞ。はい、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。で、釣れたイカをお気づけをしたいっていうことをちょっと言っててですね、釣れてきたんです。はい、前回の動画では釣った人がまあ調理すると、はい、まあっていう話の流れだったんですが、できません、触れません、イカ触れません。僕、いや、ご存知の通りポンコツですから私今回初めてお気づけ試みてるんで、しっかり美味しい感じで食べたいじゃないですか。食べたい。そこで、はい、ユースケ呼びましたね。呼びました。ここが違うから、これが違うから、これが違うから、お気づけって言ったら何のイメージします？刺身しか刺身多いですよね。うん、僕もそうなんですよ、うん、で、俺お話させてもらった時にユウスケに、はい、料理してくれないかなって言った時に、何品ぐらいいると、えみたいな、こっちはもう刺身オンリーやですからね、うん、まあ内容は聞いてないんですけど、メニューの方、うん、絶対教えんと思ったもん、その時から決まってるの、うん、2、3品ぐらいは。今日はね、調理編ということでやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。頑張っていきます。勝手にクッキン、今から料理に入っていきたいと思います。はい、お願いします。これ何ですか、今やろうとしてるのは何なんですか？アスパラ。出してもらっていいですか？はい、了解です。3日半ぐらいつけた、めんつゆにつけて帰ってきて、お酒と生姜をちょっと足しました、うん、足しましたね。はい、はい、うわー、匂いがでもいい、いいですよ。うわ、バリ使っとんやん。バリ使っとんね。ボックリ使っとんやん、これ匂いもいい、テッカテカ。砂漠らしいですよ、今から。君に決めた。え、洗ったりしないんですか？1個ぐらいがいいでしょ。拭いちゃってるんですよね、今。うん、うん、なるほどなるほど。おはぁ、ハグね。ハグパターンね。わぁ、使ってる。ここでね、多分分かるもんね。メイン、これメインの料理何作るか分かっちゃう。もうこれで分かる、大体分かる、分かる、分かる人分かる。ペペロンチーノとは言わんやん。正解です。当てるなよ。それ何炒めてるんですか今？粘肉。粘肉ですね。おー、いいね。何入れました今？アップスバラ。甘神ですね。うわー、美味しそう。この色、今から入れるのがこれないとね、ペペロンチーノはね。そうそう、うん、はい、あ、結構入れますね、うん、ここで、はい、あ、イカ、そういうこと。おー、かわいい。出ましたね、出ましたね。今のじゃあユウスケのフラワーという技に。フラワー。前菜作ります。前菜、これ何なんですか？これはクリームチーズで。クリームチーズ、こんなん普通使わんからね、家でこうなんかおつまみ作る時も。しゃれてます、ね、いやでも今結構スーパーであるんで。結構使うと。いや全然。何なんこの人。切るわけですね、チーズ。そういうこと。なるほどね。一緒にいただいてくださいね。一緒に。どうされました？パスタを、はい、シャキッとさせてみます。熱い。熱かったみたいですね。おお、入れました。入れましたよ。入れましたよ。はい。勝手に入れるんだもん。勝手にクッキングだ。確かに。あ、美味しそう。美味しそう。つまみ食いした。嬉しい。わー、美味しそう。これ何だと思います？それ何なんですか？これ生ウニになります。ウニです。先日行きに行ってきたんで ね、お宮でちょっとご褒美ですよね。はい、ご褒美で。完成しました。ペロンペロン、やばそう。完成しました。はい、カチン。早速食べていきましょう。試食ですね。試食です。やっぱりこう作った人から食べた方がいいですかね。
いや食べてください。ですよね。じゃあ聞くなよ。どれからいきます？うん、おい、うん、最後でいいだろ。最後とりあえず前菜からいただいてみます。確かに前菜ってってことでね、まずはなんていうとこれ料理名を、じゃあ料理名はもうクリームチーズとガノキ漬けの前菜。前菜いただきまーす。いただきます。いただきます。うまい。歯応えもいい。歯応えもいい。うん、ちゃんとうまい。うまい、うまい、うまい。お酒がすごい進むな。うまい。お酒好きにはたまらないやつ。うん、僕は温かくちにペペロンチーノにしたね。なるほどね。確かに、うん、はい、次はね、お気づけのペペロンチーノ、はい、自食。うまっ、うまっ、うまっ。あの手無言で食ってますから。まるうまい。さあ次はこちらはお気づけのお刺身、ね、エンペラと身の部分ですね。ミカル、うまっ。あ、これうまっ。あ、趣味方が、うん、ちゃんとこう時代を重ねた趣味方でした。うまい。後味うまっ、うん、でもこれカツオの感じが、うん、ね、あ、これうまいわ。これもいってみましょう。うまっ。あ、いっそ。広がったわ。クリームチーズとウニと絶対、あ、絶対あるよ。コツ。やばい。いただきます。やっぱウニって最高や。いや、これイカがメインやけなんだって、クリームチーズと、なんだってクリームチーズとウニを言ってみなさいよって言ってる。アイテムで言ってみなさいよって言ってる。海苔も、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 海苔も。はい、ってことでね、はい、すごく美味しかったです。ありがとうございます。はい、いや、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。メシやギルエっていうことでね、勝手にクッキンクッキンとかだ。マー君どうやった、どれが一番。いや、僕やっぱりあの最初のこのクリームチーズとゲソのやつ、うんうん、美味しかったっすね、うん。まあ、この企画またやりたいですよね、うん、いろんな。リルリさんとどれが一番良かったんですか。僕はペペロンチーノですね。ペペロンチーノ、はい。どの辺が。肝も一緒に、タラワタも一緒に焼いて、はいはいはい、ちょっとマジと思ったんですよ。そしたらめちゃうまい。めちゃうまい。臭みゼロ、うんうん。作ってみてどうだったんですか。やっぱりカメラ向けられて料理作るって初めてのことやったし、うん、汗も出てるじゃん。汗は仕方ない。パスタポン入れた後もうバシャーキラ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 汚いやん、それは。いや、よかったっす。楽しかったっすね。楽しかった、楽しかったっす。今後、さらになんか釣って、ね、イカだけじゃなくてね、うん、釣ったら魚とかでね、魚で、うん、やっていきたい、やってみましょう。そしたら皆さん、これを見て面白いと思ったらチャンネル登録と高評価とベルマークよろしくお願いします。そしたら、バイ。Maybe